8月9日です。切り戻しをして成長させ受粉を開始してから1ヶ月経ちました。早いものはもうそろそろ収穫できると思いますんで、収穫を開始したいと思います。今年はお盆用にちょうど最初のスイカが間に合って、何個かあちらこちらに配りもできると思います。収穫が始まると一気に何十個ともできちゃいますんで、後の処分がかえって大変になるぐらいです。こんな感じでもうツルもハウスの上まで伸びきってます。これから毎日何個かずつ収穫になって家にゴロゴロとスイカが並ぶ時期になってきました。今年も同じ状態になると思います。8月19日です。6月の20日に種まきした夏秋用のキュウリの様子です。今年は植え付けしてからすごい暑い日が続いて葉焼けを起こしちゃってます。だいぶ先端の方が枯れちゃってますけども、まあ秋冬用ですんで、これから涼しくなれば順調に育ってくれると思います。とりあえず早いのは実がなってきて大きくなってきてますんで、収穫を開始したいと思います。ちょっとまだキュウは貧弱なんですけども、ちょっと短めのキュウですが、結構大きくなってきてます。それから収穫を開始したいと思います。7月18日です。7月9日に種まきしたズッキーニです。セルトレインに種まきしたんですけども、自分で使う分を3本だけなので、セルトレインから小さいのないですけど直に定植してしまいました。3本あればもう十分と思います。それがちょっと遅く入ったものです。これで夏から秋にかけてのズッキーニが楽しめると思います。8月19日です。7月9日に種まきしたズッキーニです。ズッキーニは早くてもうすでに受粉して実が大きく育ってますんで、収穫を開始していきたいと思います。やっぱり他の作物よりも特に早くに育って実も早くになる感じです。これで夏から秋にかけて、3本だけなんですけども、これで収穫を続けていきたいと思ってます。8月19日です。6月10日に夏秋用に種まきした水なすです。
もうすでに1段目が鳴ってきてますんで、収穫を開始したいと思います。まだ春に種まきして収穫中のものが十分収穫できてますんで、ゆっくりでいいんですけども、もうなってきちゃいました。ちょっと今なっちゃうと収穫量多すぎるんですけども、とりあえず大きくなったら収穫にして収穫をしていきたいと思います。